中今ちょっと見てたら変なものが出てきました。東京電力は福島第一事故の原発事故の廃棄物を、なんと千葉県に最終調整してるらしいんですよね。環境省とここの小馬から経済産業省の方々たちは関わりがあるんじゃないですかね。それを、捨てようとしている場所は千葉県の東京湾の海側らしいですね。で、その量は3,687トンってどういうことだよ、おい。どういうことだよ。これはどうでもいいですけど、まあね、そんな処分困ってんだったらそこにあるじゃないですか。資料か、ほら総理官邸にぶち込めばいいじゃないですか。ほら安倍さんのお家とかにぶち込めばいいじゃないですか。いっぱい土地があるじゃないですか。ほら経済産業省の中入れるとかさ、環境省の中入れるとかさ、いっぱい入れるところあるだろね。えあとこの後ろにある何でしたっけ、財務省もいっぱいあるし、こんだけ土地いっぱいあるんだから、あんたらが一人がいいだろう。どうせよ自民党の国会議員なんかどうせ国会で寝てるんだろ、何も話なんか聞いてないんだからさ、あんたらってさ、ちゃんと仕事しろよ、ちゃんとやれよ。だから若者が選挙行かねえってバーカね、ね、大体自民党といえばね、まあちょっと前に中野さんが言ってました築地問題だってね、うちの前川さんは関わってますよね。前川区長さんはね、元東京ガスので働いてましたよね、あのお方は。で、あそこの今移転させようとしてる豊洲の汚染状況はどうなってんだよ。解決できねえじゃねえかよ。ここの国の人たちは自分たちだけ良い生活をしようと思ってるんですかねえ。弱いものを排除しようとすんじゃねえよ。辺野古問題はさっさと解決してください。福島の問題だって解決しろよ。どんだけ国民に嫌な思いをさせるんですか。ちゃんと仕事してください。大人らしいことをやってください。恥をかかれるようにちゃんとお仕事してくださいね。以上です。やればできるじゃないかこの野郎、最近論理的だぞこの野郎。もっと昔みたいにちょっと非論理的なことを言ってくれ。面白くないこの野郎。それは冗談です。ありがとうございました。皆さん盛大な拍手を。私から提案です。今日はさすがに皆さん 急な冷え込みで、あの、疲労の色がものすごく濃いんで。